皆さんお揃いで。これ別に何かするっていうわけでもないんですけど、最近ツイッターのリプとかで気になるの来ませんでした？気になるの？うん、なんか来た？気になるの？うん、なんか来たっけ？いや、なんも。無人島の動画上がってリプでちょくちょく来てるんですけど、女の人の声が2箇所あるよって。え？あ、来た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 でしょ？で、俺見たんですよ、はいはい、うん、割と聞こえるんですよね、それ。マジで？マジで？うわ、マジ？怖っ！そう。で、しかも、なんか俺らはやっぱ編集してる側だから、カットの時のあの音の代わりで、なんかそれっぽく聞こえちゃってんじゃねえかなって思うんですけど、カットの部分でないんですよね。カットの部分じゃない。ガチってこと？ガチな可能性があるんで、ちょっとみんなにもなんか聞いてもらおうって思って。それちょっと気になるところだ。え、マジか。あ、で、そう。2箇所あるんですけど、2箇所のその女の人っぽい声が、同じ、声なんですよ。同じ、そう、だから、すごいなって思って、まず、6分51秒の部分、どうしたのって聞こえるっていう。本当に？いくよ。うん、それはありがたい。いや、これはありがたい。マジで。ケンスケから、カイロ、もらいましたー。これはありがたいんだよ。うわ、怖えガチだ！マジじゃん。マジじゃん。もう一回。マジじゃん。マジじゃん。マジじゃん。うわ、怖っ！やべえ！本当だ！うわぁ、怖え！え？聞こえました？え、もう一回聞いて。うわ、ゾクってした、マジで。え、聞いててよく聞いて。いや、これはありがたい。マジで。ケンスケから、カイロ、もらいましたー。これ本当だ、本当だ、本当だ、本当だ。やばどうしたのって言ってんね。こーわ、ガチじゃん。これ1個目。カットじゃないでしょ、このケンスケから何かもらいましたっていう会話の途中にどうしたのって入ってるんですよ。次っぽいになったら確定よ。まあでも、がっつり言葉なのはこれなんですけど、もう1個は、ねえって語りかけてきてる。言葉が2つともなんかっぽいんだよな。ほんと一瞬なんでちょっとわかりづらいかもしれないんですけど。7分29秒。ケンスケからいただいたカイロ早速使います。ほら、ほんとだー。しかもすぐじゃん。もう一回聞きます。なんかちょっと吐息混じりな感じの。いただいたカイロ早速使います。まあ、ケンスケからありがたいことに何を取る。 BGM とかじゃないんですか、これ。聞いてみる？ BGM、うん、元の流していいですか、じゃあ。はいよ。オッケー、多分ならなさそうね。違うね。あ、逆に、え、ど、あれデータある動画の BGM 消して聞いてみる、さっきの場所。やばい、もう鳥肌が止まらん。ちょっと BGM 消すね。6分46秒からいくよ。きらめっかやばい、マジで。ケンスケからカイロもらいましたー。これは、うわー、入ってる。もう一個の方、もう一個の方ます。まあ、ケンスケ入ってる、入ってる、入ってる、入ってる。待って。ほわー、あの、走ってなんか自殺とかあったの？わかんない、聞いた。いける、全然。まあでもいけますね。死ねますね、あの高さなら。怖っ！え、怖っ！めっちゃ証拠で見てもらう。いじってないよっていう。いじってないよっていう。いきますよ。6分何秒？ガチすぎるよな。あ、そこら辺からでいきます。はい。はい、マジで。ケンスケからカイロもらいましたー。これはありがたいんだよ。ありどうした？いやー、やっぱ怖いね、水辺。プラス橋の下かつ夜だからね、すべての要素がお化け呼びそうだもん。うん、まあこういうのがあったよっていう報告です。いやー、聞きたくなかった。カイロもらいましたー。よいしょ。かわいいなー。早速やってますね。ねえ。いや、絶対映さんよ。ああ、ありありありだと思う。早速やってますよ。ハーブイが今カーブイ？またハーブイですね。ほら。あ、あー、イーブイの名前をハーブイにしてるんですね。かわいい。あれ、ゼニガメが出会った。え、ゼニガメ。いや、人の。あ、人のか。人のポケモン取ったら怒られるんだ。人のポケモン取ったら泥棒だからね。一回投げてみてください。一回投げてみる？うん。なんか怒られるのかな、やっぱ。今まではなんか、忘れたけど。あ、ダメだ、もう。そういう考えすらないこいつらは今。ああ。人のポケモン取るっていう考えができない。前まで投げられたのに。前まで投げられたのに。進化したなぁ。やるかやらないかって言ったらどっち？いやでもね、たしなみ程度にやっときたいなみたいな。もうね、バッチ2個すぐ手に入ったんだ。EV で暴れてた。へぇ。で、EV がスターミンやられてる間に、うん、他の子たち出して、その子たちがやられてる間に元気のかけらと気づくし、クッションにしたんだ。そう、みたい。ちょっと申し訳ないことしたなって。待って、EV のメスこうハートになってるの？本当だ、ハートになってる。え、俺これメスか？ハーブイ？
あ、ハーブイメスだ。ハーブイメスだ。女だったんか、お前。今知ったぞ。ハーブイ本当だ、端っこハートになってる。いや、女だったんか。ドキドキしてきちゃった。あれだね、3DS ってさ、ちょっと言っちゃ悪いけど、画質がちょっとネックなところなかった。まあまあまあ。そこをね、スイッチが本当に綺麗で。ね、もう超綺麗。ケンスケだ。すげえ、てか、EV 腕から出す。うわ、俺も今日、今から買ってきますよ。待って、これやばいんだよ、これ。これがやばすぎる。あ、EV と遊ぶんすか。そう。うわうわえ、もう超かわいい。ちょ、俺も触っていいですか。いいだろう。ハーブに触りたいのか、うん、いや、これ好きになってもおかしくないよ、これ。いや、ま、でもあれっすね。はじめさんの、ちょっと触らせてもらうので、足りてる気がする。いやいやいや、それわかんないよ、でも。やってるの見てるんだもん、隣で。確かに、パスしますわ、俺は。マジで言ってんの、うん、こんな面白いのに。パスです。いや、もったいねー。ということで、今回は、買わない。買わない。買わないの、うん、はいはい、もういきなりダーンと映ってますけど、いやいや、これ最初どかしといていいですか。わかりました。そこも使わないダンス、うん、はい。辛いラーメンをコンビニでたくさん買ってきました。おーおーおー。僕と大地くん、ラーメン食べらんないんですけど、売れ残っちゃってたんで、しゃなしですよね。まあ、しゃない、こればかりは。そう、で、なんか辛いラーメンがすごい売れ残っちゃってて、かわいそうじゃないですか。かわいそう。なんで全部買ってきたんですけど、このラーメンね、これただでさえ普通にこういうなんか辛いんですよ。赤いのは全部辛いからね。そう。なんですけど、これ1個買うと、このね、進撃ペーストっていう、さらに辛くするやつが、ついてくるんです。あ、死ねよ。だからこれを、だから売れ残ってた分の1個に1個ついてくるペーストをね、うん、1点集中させようと。そうしたらすーげー超進撃タンメンができるんですよ。辛そう。買ってないぐらいの辛さ。そう。で、さらに今回これ1個買うと、このなんだそれ、超進撃スパイスっていうのもついてたんです。聞いてないよ。これの上位効果。そうで、これ1個買うとついてくるやつなんですけど、うん、まあこれもそんなたくさんある。はい、見えてるスタイル。こんなたくさんあって、ね、聞いてないよ。売れ残ってて17個ありました。どっから出てきたんだよ、こんな。だからこの17個も全部ここにドーン。無理だって。危ないよ。ドーンってやったらどんだけ辛くなるのかと。まあ確かにね、うん、凝縮されてますからね。そうですね、世界一辛いタンメンが今この場で作れると言っても過言ではない。素晴らしい。間違いないです。まあ、ただ美味しいラーメン食うと、やっぱダイエット組からするとちょっとやっぱ腑に落ちない部分があると思う、ね。うん、そうですね。まあ実験です、これは。どこまで辛いラーメンを作れてどんだけ辛くなるのかと、うん、というのをちょっとやりましょうよ。やろう。一個普通に作っとく。比較で普通に辛い進撃ラーメンとスーパー進撃ラーメン。進撃ラーメン。じゃあ二つのラーメンを作っていきましょう。はい。鬼に食わせるためはね。はい、5分経ちましたので、あー、なんで今あーっていうのかぶってます。こっちが普通の進撃ラーメン、もう出来上がってるんで。お肉入ってないよね。あ、入ってます。これ入ってるんで、ちょっとお肉避けてください。わかりました、麺だけいただきます。はい、これだけだったら超うまそうですけどね。うん、おい、猫舌か。あー、まあ殺すぞ。いただきます。あ、辛いね。え、辛いの、辛いの、待って、これで辛いの。このレベルで辛い。あー、これやばいよ、これ。嘘。いけ、ガッツいけ、いけ、いけ。お前猫舌かお前。いや、強いよ、ツッコミ強いよ。いただきます。はい。うん、辛いでしょ。これは最初から辛いです。そうでしょ。いただきます。はい。いや、普通に汗かくな。辛いんでしょ。辛い、辛い、はい、ピリッとしますよ。わー、辛いって感じ。お、猫舌か。いただきます。辛い、これ美味しい。めっちゃ美味しいんだけど。辛いね、これ。じゃあ、いただきます。いや、久々でしょ、うん、食べるのも、うん、
猫舌か。はい、食べますね。嘘でしょ。時間に入ったらなる。うわ、辛っ。うん、ま辛っ。入れますね、進撃ペースト。まず普通の1個についてる進撃ペースト。うわー、いやいや待って、普通で赤いじゃん。もうこっからかな。そうですね、一旦これでこのちょっと辛くできる進撃ペースト、これは終了なので。いやもうこの時点でやばいよ、うん、これラーメンじゃないじゃんこれ。うわー、マジや。人の血、人の血。あー、やっぱ違うね、スープが違うね。若干こっちはもう赤い、こっち茶色いっていうか、うん、そう、茶色みがありますね。ちょっと一旦これだけでちょっと食ってみる。今の段階でどんくらい辛いかも。全員死ぬ必要はねえと思う。そうですね、カチ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 。最初はグッジャズポイ、はい、これショッチェッポイ。いただきます。ん、あれ、時間差攻撃。ああ、はいはい、結構辛いよこれ。ああ、もう無理か、もう無理。辛い、うめえ。はやさん、ん、ダメだ。一言っていい？あのね、ちょっと他者比べるの申し訳ないんだけど、エンドの方が辛い。まだまだまだ、ね、まだ、うん、こっからですからね、本当は。そう、こっから。そうです、超進撃ペーストを入れていくんですよ、この後。じゃあもう入れましょう。入れましょう。入れちゃいます。うん、うわ待って、やばい、色が、待って待って、粉ない。うわー、粉だ。やった。なんだ。何？普通の食べてこれを。400m リレーでもやったんか。はい、ということで全部入れ終わって見ても麺がほぼ見えん。混ぜなきゃだね、混ぜなきゃ。そうですね。ちょっと混ぜ。で、ちょっとさすがにスープつけないからちょっと足します。はい。ありですね。ああ。これを。いやー、これ。本当にミートソースみたいになってるよ。さあ、これでできました。負けた人からしてもらったら負けでいいですか。でも待って、ちか誰がっていうと、やっぱああ。待ってください、一回ちょっと食べてみよう。うん、わかりました。ちょっとそれで様子見るわ。わかりました。いやこれやばいんすよ、見た目は。わさび一本を得て辛さには強くなってるからね。そう、そうだ、試練を乗り越えた男じゃん。そう、黙ってたんじゃお湯よ。辛くねえところねえっす、たぶん間違いない。もう意見、もう 初動で勝負になったところ。そうですね、いただきます。本当だ、ニュルニュル言ってんだよね。これダメだ。うわぁ。本当に、これやっべ。だって珍しいぞ、こんなやつ。ねえ、誰がこんなのやばいよ。いや、これやべえ。わかりました。ザ・ソースとかとはまた違う分野。痛みではないです。痛み、痛いでも何を言ってんの。何もわからん。いただきます。もう音がすげえ。いやこれマジでやばいで。やべえ、これマジやばい。あ、もうすごい。ああ、いや、食ったらわかるやつだ。食ったらわかる。やばい。こんぐらい行ってみようかな。いただきます。あ、痛い。いや、これマジでやばいの作った。やばい、待って、ただほんと無理。やばい、やばい。あ、痛い。俺も無理だ。俺もだってもうずーっとあれから始めさん水道にいるもん。じゃあいただきます。不満を許さない。いただきます。はい。いやー、バカだバカだ、お前バカだ、そうすんじゃない。これはやばいっすわ。あー、これすごいね、うん、やばいこれ。いや辛いのももちろんだし、ペヤングエンドみたいな辛さの領域に達してるのも止めるんじゃないでしょ。いや分かる人、言いたいこと。辛いの当たり前のあの狂気的なレベルには余裕で達してるんだけど、うん、それ以上に何かがあるんだよね、うん、いやこれ歴史変えたな多分、うん、俺はこんなの見たことねえぞ、うん、これは保存説あるよ。無理だね、俺らじゃこれは食えんすよ。本当に申し訳ないんだけど、マジで無理だこれ、うん、あーでも3口分ぐらいですかね。だからまあ陽平くん、ゴッチさん、健介、
に一口ずつ食わせて完食。ちょっと俺らこの辛さを知った状態でもう一回行けはできない。あ、辛いなおい、お前え鼻の穴が人の4倍になってるぞ。いや元からだ。いただきます。すげえ。やっぱみんなこうなるんだ。